はい、最後水曜中華涙、皆さんこんにちは、アロハ。沖縄県知事の玉城デニーです。この度バーチャル沖縄フェスティバルが開催されるにあたり、沖縄県を代表してご挨拶を申し上げます。沖縄フェスティバルはワイキキの夏を締めくくる風物詩として、地域の皆さんに愛され多くの観光客を魅了するイベントとして定着していますね。今年はハワイ沖縄県人移住120周年、またハワイ州と沖縄県の姉妹提携35周年の記念すべき年に、実際にハワイにお伺いしお祝いすることができず大変残念ではありますが、バーチャルフェスティバルとして開催されることに喜びを感じております。今回もハワイ州のみならず、世界に広がるウチナーンチュや沖縄湾アットハートの皆さんがそれぞれの場所からオンラインによりフェスティバルに参加されると聞いております。このフェスティバルの開催にご尽力されたハワイ沖縄連合会をはじめとする関係者の皆さん、多くのボランティアの皆さんに心から敬意を表します。さて、沖縄とハワイとのつながりは120年前、26名のウチナーンチュがハワイに移住したことに始まります。移住先での過酷な労働や異なる文化、習慣、言語、さまざまな困難がありましたが、県警人たちは苦難を乗り越え、ハワイ社会の各界で活躍するに至りました。どれほどの努力が必要だったか考えると、本当に頭が下がる思いです。太平洋戦争が終結した後は、荒廃した沖縄県の復興のため、ハワイの県警人の皆様から豚550頭が送られたこと、届けられたことは、ウチナーンチュのチムグクルを示す象徴的な出来事として、今も私たち沖縄県民の心に深く刻まれております。また、昨年の首里城の火災には、ハワイ沖縄連合会をはじめ、ハワイの皆さんからたくさんのご寄付を頂戴しましたことに対し、改めて沖縄県民を代表して心から感謝を申し上げます。ハワイ県警人の皆さんの力がなければ、間違いなく今の沖縄の復興振興はありません。今まさにハワイ沖縄連合会がテーマとして掲げているウカジデービル、おかげさまという思いを私も強く感じています。さて、沖縄県においては第7回世界のウチナーンチュ大会の開催に向けて準備を進めてはおりますが、新型コロナウイルスの感染症の影響もあり、開催時期は今のところまだ決まっておりません。開催が実現した際には、多くのハワイの皆さんにご参加いただけることをウチナーンチュ一同心から待ち望んでおります。結びに、世界のウチナーンチュが心を一つにして新型コロナウイルスを克服し、沖縄とハワイを結ぶ絆が一層深まることを記念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。一平二平デービル、ありがとうございました。 Thank you very much. マハロー。